株式会社東海は、東京都新宿区西新宿に本社を置く日本の大手、ライターメーカーである。同社ウェブサイト上では、名称の曖昧さを回避するためか、英語表記である読み方の、東海コーポレーションというサブネームを用いることがある。いわゆる、100円ライターと呼ばれる使い捨てライターのほか、チャッカマン、カセットコンロやカセットボンベ、 筆記用具などの事務用品の供給を行っている。100円ライターの元祖、草分け的存在、先駆的企業と評された。1972年7月、新田と雄により、東海世紀として設立。1975年に、使い捨ての100円ライターを考案し、チルチルミチルの商品名で発売開始した。1976年には、香港に子会社として、 香港東海正規を設立。1977年には、ビトマンと業務提携し、国内販売会社、伊東一万トミックを設立、資金援助や資材供給などを行った後、1985年頃に提携解消した。1981年5月に、福島県日本松市の誘致企業として、国会社東北東海を設立、福島工場を稼働。 1984年に、新田富雄の実刑が経営する東海樹脂と合併、現社名となる。1991年には、人件費の高騰により、100円ライターの価格が120円に値上げされた。使い切りライターの専門メーカーとして発展し、1990年代前半には、国内シェア7割、海外シェア5割を誇っていたが、簡単な構造であったがゆえに、 東南アジア製や中国製の安価な製品が流入したことや円高の影響により業績が悪化し1992年には赤字に転落1994年5月に倒産負債総額は約722億円に上った1997年10月に伊藤中燃料により株式が取得され再建された後2005年3月に アメリカ合衆国のライター販売企業キャリコを参加に、持つ投資会社ミングマネジメントに売却されて、現在に至る。現在も、禁煙の広まりによるライターの需要減少や、安価な中国製の流入により苦戦を強いられているとされる。1995年7月には、関東省仏産市に仏産東海製機を設立、工場を稼働させたが、今後は、 福島工場に生産を集約するとしている。着火マンミニ、添加棒、着火マンがとりわけ著名な製品である。1982年頃、新田と雄がアメリカ出張に行った際、招待されたバーベキューパーティーを着火マン開発のきっかけとしている。そこでアウトドアのような環境下でも安全に着火できる添加具の必要性を感じ、帰国後、 100円ライターの生産技術を当時日本国内では高価であった電化棒に応用させることを目指した。1983年にチャッカマンのファーストモデルとなる GM-1 を BBQ という商品名で主に米国内のみで販売した。2年後の1985年改良を加えたモデル GM-2 をチャッカマンとして山梨県のみでテスト販売。 大きな反響を呼んで、急遽全国的に展開することとなった。現在、月間で約80万本が販売され、国内累計2億9000万本、海外を含めると累計5億本を販売したとされる。着火マンの名称の由来は、着火とマンを組み合わせた造語である。販売当初、アニメ、ガッチャマンなどのマンという名称が広く浸透していたことが、 背景にあったとしている。現在では、いわゆる、製品代名詞となっている。コマーシャルメッセージでは、滝川広宮所常時、5代目、三遊亭窓科学を起用していた。東海では、製品の試験基準に、標高別着火試験を定めており、着火マンの新モデルを開発した際や、部品の変更があった際は、社員が、 富士山の5合目まで自動車で上り問題なく着火するか否かを確認している。2011年以降は経済産業省によって義務付けられたチャイルドレジスタンス機能付き着火マンに切り替えての販売を行っている。法令が改正される前の2010年には先行してチャイルドレジスタンス機能付きライターを開発しており、ライター分野としては初めてキッズデザイン賞を受賞した。 チャイルドレジスタンス機能をつけた当初は使いづらいとの苦情が殺到したため高齢者の力でも着火できなおかつ子供には着火スイッチが見つけにくい仕組みのライターを開発するに至っている。ありがとうございます。